円型布設堤は日本海軍の布設堤。同系艦2隻。日本海軍の近代型布設堤のプロトタイプとなった堤。第1次世界大戦におけるイギリス海軍対戦作戦の戦艦研究の結果、1921年には防戦網、捕獲網、基準網などが正式兵器に採用され、 また防戦網を付設する召喚運転を建造して実験訓練をすることが至急必要とされた。これを受けて、ワシントン海軍軍縮条約後の対象12年度の新補充計画の中には、500トン型捕獲網艇3隻、500トン型基準網艇2隻、5000トン型急接網艇1隻の建造が含まれた。最終的には、 補助艦艇製造費から1345トン型急接網艦の白鷹と450トン型捕獲網艇の本型2隻が建造された。捕獲網は水上艦艇が付設して潜水艦を捕獲するための兵器で、捕獲網艇は港湾防御のために核防備隊に配属され、捕獲網設置を主任務とする艦艇である。本型はその他に急接網や、 嫌いの付設さらに総会も要求された。また、排水量は予算上なるべく小さくされ、その任務上、運動性は軽快なことが求められた。日本海軍がこの時点で保有していた付設艇の側転型が雑益船型式の船だったのに対し、本型は排水量はほぼ同じであるが、タイプシップを第1号型総海艇として入念な設計がされた。 船体は基本的に平ら板型で船首に約4メートルの短いシェルターデッキを設けた。船体中央の断面は水線上で最大幅となり上に向かって幅が減少するタンブルホームを有していたが、さらにその上にはフレアをつけて上甲板で再び採用幅になる複雑な形状になっていた。また上甲板原則には高さ600ミリメートルの ブルワークを設けた。これは捕獲網搭載のための配慮と言われている。機関は、ボイラー2機、レシプロ2機でそれぞれを一室ごとに収め、間室の前後に、石炭庫を原則部に、重油タンクを設置した。主砲の8センチメートル広角砲は、船橋の前に一段高くフラットを設けて設置し、上甲板の作業を妨げないようにした。13ミリメートル炭素機銃は、 後部マスト直後の上構え上に設置されている。捕獲網は、船体後部下方に網戸を設けて格納し、後甲板には網の設置台があった。捕獲網を搭載しない場合は上甲板に、機雷80個を搭載でき、両原に、機雷運搬機場を設けていた。また選手シェルターで機場にデリックを設け、機雷や網の要収に使用した。乗員は平時にあっては、 極地防御用として、湾港付近で使用するため、少数の人数で居住区もできるだけ簡素な偽装とし、戦時には全身基地へ進出するため、平時の2倍近くの乗員の居住ができるようにしていた。問題点もあって、喫水が浅くて重心が高く、その後に復元性能が問題になる、日本海軍小艦艇の始まりとなる、艇の一隻だった。 そのためともズル事件後には本型も原則ブルワークの撤去、煙突やマストの短縮、深さ 450mm のバラストキールを装着、艦艇にバラスト55トンを搭載するなどの復元性能改善工事を施した。また同時にビルジキールを増大させている。大戦中は兵装増備も実施されたと思われる。1944年11月での円は、 13mm 単装機銃に代わり 25mm 連装機銃を装備、その他 25mm 単装機銃4丁を装備したとされる。建造中に捕獲猛艇の類別が廃止となり二等不設艇として1929年に完成した。1931年に等級の廃止により不設艇となる。1938年より シナ方面艦隊に属し急行攻略作戦などに、十字太平洋戦争初戦の南方進行作戦では、総会、布設、航路標識設置などで活躍した。大戦中は、戦団護衛を主な任務とし、大戦後半に2隻とも南西諸島方面で戦没している。日本補助官邸物語ピアニッシも、384から385。 日本海軍全艦停止使用艦艇用目標 P55 では重油45トン、石炭40トンになっている。また、軍艦基本計画資料シート17には、カモメ心臓艦制の値として燃料82.3トンの値もある。ありがとうございます。